これあったかい。みれ、あ、余ったのですか。はい、ございますよ。みなさんに差し上げました。差し上げました。はい、これ、これ、ここに秘訣が全部載っております。はい、本も差し上げましたけど。はい。宝藏的秘诀，宝藏的秘诀，这张。谋生净土的秘诀吗？这张，这张，来，我放这张。那张是这张，已经过多了。你们电子书有的，你们就放。是的，是的，是的。电子书可以吗？有，电子上面有宝藏的秘诀。这是日文。日文的。啊，我看国语。可以，可以，当然，当然。我们可以刚放在电子书的那个中文翻译哈。在瑞建老师的档案里面有那个网站的秘诀。中国語は iPad 中に入れてみます。瑞建老师的档案，瑞建老师的档案，瑞墨瑞建，瑞建老师。这个新秋羊羹五箇条，もうもらっていただきましたか？もらいますね。三冊入ってますね。それが今日の資料でございます。明日は明日で。今天所分的资料是今天要用的资料，那明天的资料明天会再分给大家。那今天有收到的资料有这个，这个是总序的，总序的签的是红氏渡南渡海大船，这个还有这个另外一个这个考这个拷贝是全部的63条都有记载在这边，这个是原日文的，那大家应该有拿到，还有一个是这个绿色的，或者这个一个是绿色的，一个就是这个就是往生秘诀，这个也是全63条都有记载在里面。皆様、はい、下午好。食事いかがでした？今天的午餐怎么样？美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。この随所話についてちょっとお話しておきます。3年前やった。要让我让老主持要稍微介绍这个瑞祥庵的来历。本堂の屋根の瓦を変えようと思って大工事になりますので大事なものは出さなくちゃいけない。那当时候在4、5年前要修复佛殿的时候，金耀寺佛殿的时候，那这些资料原本都是放在佛殿的那边，那后来因为要重建佛殿的话，那时候需要把这些资料都全部搬出来。それで瑞賢先生のこういうお軸ですね。これは誤解さんですけど、お軸とか本とか書かれたものたくさんありまして、それを普通のところへ保管せずに、やはり燃えないところへちゃんと保存しなくちゃいけないということで、この那时候为了保存瑞建老师所写的这些挂筹啦还有所写的书籍，那因为要找个地方安置因为本来老住持他们不想把它放在一个普通的地方，所以呢就特别为了这些资料就重建了这个瑞祥庵。この扉の向こう側に倉庫になってまして、たくさんたくさん先生のお書きになったもの、大きなものとかたくさん向こうに保管をしております。那除了外面这些书籍，那边我们的右边有一个门，有一个门，那一开门的话里面有一个
存库，那存库里面是放更多书籍，还有以前瑞健老师所写的法宝都放在那边。就三年前かな。这是大概三年前的。出来上がりました。すべて門信との皆様のおかげでございます。那这能够建这个瑞贤院，都是托净教寺门信徒的福。今のところここで月に1回瑞賢先生の教行信証体系7巻の本がございますが、これにつきまして、今月で36回目、3年になりますかね、36回目で研究会をしております。那每个月在这边的第四个星期六会举行这个教行新政大系的拜读会学习会，那这个月是第36次，所以刚好就每个月的话一个月12年的话，就刚好今年是第3年。で一人の人は週に1回ここで4時間くらい瑞賢先生の本を読んで勉強したり。那静嘉寺有一位门徒，他非常热心，他每个星期会来这个瑞祥庵呢，一个人来这边来读这个瑞健老师所写的书，花一次就花4.5个小时这样子。今体系の第一巻を読みかけてますけれども、主に中心は教行信証の序文外僧侶の御門について36回。僧侶の御門ご存知でしょうかね。那这三年一直都在做这个拜读会，那把精神都放这三十六次都放在于总序之文。这个是总序啊。大家也知道哈，教行新政总序。これが浄土真宗。親鸞禅一番大事なところ。那这个就是这总序就是，啊，親鸞僧人的精神都在里面。よろしければコピーしてくださるかも。ね、皆さん。那如果需要的话，他会就是把它 copy 下来给大家。那大家的课诵本应该都有总序。そしてこの第一行目、一番最初のお言葉。那第一行的话，南西。南是红氏度，南度还大川。嗯，哦，我明白辉日。那这个是青鸾智人最重视的。那这两个就是青鸾智人的精神都在这两在一堂里面。まだ何回続くかわかりませんけれども、僧侶の御門をやっている。那我们现在这个每个月的研讨会还是继续在讲这个总序。それから今日はご要望の本をお出しいただきまして、お浄日本ではお浄土参りでしょ。秘訣ですけれども、台湾語では浄土往生の秘訣。往生浄土的秘訣。那我们现在要开始这个。それの63番終わりから二つ目ですか。そういう私全部かと思ったら63番なんですね。是要讲全部吗？还是讲第？因为我得到讯息是第讲第63。我的意思是全部。全部。可是。可能要有老作者推荐好了，看到才发现。本当に一番最初、これはこの奈良で、那起初念印的时候是这样的，那后来你们在台湾印的是，对，先生からご依頼受けて、奈良で作りました。那这个往生的秘诀本来就是在奈良印出版。いつでも持てるようにという意味があります。小さいですけれども。随身携带的话就弄小一点小本。この内容は宇宙大この本の価値はもう絶大なものがあります。
那内容是宇宙这样大。那因为这个已经算是绝版了，所以大家手上的是后来再 copy 出来的。これは先生が80歳くらいの時にお書きになる。这个是这个往生的秘诀，往生净土的秘诀是。哎呀，80歳ぐらいですね。是瑞健老师。85か。85岁左右写。今日は56年で90ね。6歳から85歳ですね。大概85岁的时候写的。朝ちょっと申しそびれてこれを読んでおりませんけれどもざっと書いてあるところを朝のことなんで今天早上所分的资料里面有这个法门宣言，那今天早上没有机会讲到，对不对？真理は真理というものは絶対的でありますね。那真理是绝对的。一如とか真如とか実相ということは。那我们通常用一如法如だけれどもそれそういうことは想定できてもそれ実際に体得せられた方がないと教えというものは始まりません。真理やそんなことでは内容を知ることができません。那如果没有个人觉证这个真理的话也没有办法把它教出来。それでここで二行目かな。就这个法律宣言。二行目。資格にあらずんば、いかんかその衆を照らさんという言葉がある。第二行哈。因为我现在手上没有那个汉文的资料，所以有电子书里面有。嗯。电子书里面有。法律音第一期。我没有看到。电子书法雷音，法雷音里面。嗯，法雷音不是法雷宣言，不是这个。法雷音第一期，法雷音第一期的卷头里就是。これは結局着尊が出てくださって、そして悟りの世界に入られて、真理を悟られた。そのおかげで仏法があるということを書いてある。那这个第二行的这个下面哈有个。西卡克尼阿拉尊巴，你看就是，你看看什么修啊？西卡克觉得，那什么？自觉是讲到佛陀所觉悟的真理。究竟的悟理。这个是究竟的真理。那释迦牟尼佛悟到这个真理。それが大教を説かれた。所以从那边就宣说大大无量寿经。それが真宗の一番根本である。那这个就是净土真宗的根本。そういうことからこのお言葉始まってますね。所以这个就是从这个从この言葉で次をこういう言葉でで、どういう言葉で指すんですか。どういう言葉で指すんですか。近くにあらずんが、近くにあらずんがその宗を照らさん、着尊がお悟り就是若非直觉，云何照其中？这个意思就是说，释迦牟尼佛从那边就是讲到这个所觉悟的真理。それで親鸞上にもう少し進むと、密かに親鸞上の時代には小道門を伝ってきたと。浄土の真宗は浄土今盛んないとそういう言葉ある。五条の方そうですね。那在教行信证的后续后续里面天然圣有讲到就是
真宗现在行圣，那圣道已经所谓的久废了。清朝中央的统计话，信息话，啥干也不。所以，我不晓得。所以，清朝中央在那时候，他就说，现在真宗就是这个净土之教，在兴盛。开始动我，修瓦罗古南真宗，伊玛他妈。可是，在昭和，这个是昭和六年，所以这个是，伊玛1920年代，反而就是净土学习净土真宗的人。越来越少。それで、高麗の先生方はですね、修学を正しくして、そしてまた新しい清水清らかな水を永遠にまたこれをですね、万古に流していくと、そういう誓いを立てられた。那这个法律学院就是说。在昭和六年，也大概有快八十年前的时候，这个法莲社的祖师大德们呢，就为了护持，为了弘扬这个纯粹的净土真宗的精神呢，就开了这个法莲社。所以他们很有热情。这个是祖师们的热情所发出来的。本当に皆さんも熱心であるので、私びっくりしてる。那因为大家真的很发心哦，老远从台湾和香港过来，所以老住持他也是觉得很惊讶。那这个是稍微的介绍一下这个法莲经典。能不能请教一句？因为我们昨天晚上大概有稍微看过法兰克，那有一句话不怎么。清楚，能不能请老智者帮我们解？是在哪里？就是那个，就是法莲宣言里面的那个。就是茫茫树幻哈，毫无他如何所风所罗。你跟我讲一几行好不好？来。这边另外折过来这一页的一二三第三行底下茫茫那个地方，就波波大流说茫茫树幻，一直到这个中学哈愿海智儿之正路，中学愿海智儿的正路，这句ちょっと皆さんですね、この法来宣言の、この、権限の建設おのおのもとのから3行目 下でぼうぼうたる祖藩の源を清め修学を願海寺にの世路を復しという意味がちょっと分かりませんでしたので、これについてのお話をいただけますでしょうか。今日朝も申しましたように、本当に瑞賢先生は仏教、天音天台真言禅宗だーとやられた基礎ができて、その上に浄土真宗をお立てになりました。那这个部分就是好像今天早上所说的，瑞賢老师所讲的法是以华严天台这些为基础。然后在这些基础上面再建立这个真宗学。真宗の学問というのは徳川時代に入ってから、400年ぐらい前から学というのがずっと発展してきた。那所谓的真宗各种学派哦，空华啦、十全啊，法莲都其实都是在从江户时代，就是大概400多年前德川家康。江户时代才开始有的。そして東本願寺、西本願寺ってありますけれども、いろいろな学派がありました。那在东北派、东北院士跟西北院士里面，两个，大古派跟本派里面呢，有分好几个学派。ありましたけれども、仏教学はあまりしてない。
可是各这些学派都很。ボータル素範というの一番基礎的なこと。那这些非常に仏教大きいから今までの学者は仏教学してないからどうも明らかでないそういう意味があります。这那这个茫茫。那究茫茫素范之源的这个意思，就是说，以佛教，所谓的佛教就是佛学，佛教学就是天台华严这些为最根本的基础。因为刚才老师住持有讲到，就是说，这些江户时代的这些学派都，没有把眼睛放在佛学基础，就是华严天台这些。就直接进入正宗学，所以讲的不换而言就是讲的不究竟。那就是说，因为他们没有把没有佛学的所谓的佛，不要说圣道嘛，就是华严天台为基础，所以这个就茫茫素范之源，就是讲究于这个比如说华严天台法相这些。なんかその結局ゼイケン先生はもう仏教の一番もうそこの源をですね。那这个这边就是根源。研究して。所以，瑞健老师还有其他的法雷彻的祖师们都是以先以这个佛学佛教学为基础，再上才后来才把这个中心放在正宗学。で新宗学をどの世界に出しても皆さん了解できるようにちゃんとですね、その源を極め修学というものを本当に願界自念と言いますか正しくしっかりしたものに仕上げるとこういう誓いをですね、持って那附中学以愿海智而知正路的意思就是刚才所说的就是要把正宗学建立在佛教学的基础上しかしその昔の方々の学者をもうその法的するというのではなくてよくそれを解釈してってますが昔の学者も尊重してずっとまあ、深く突っ込んでいくとそういう意味をちょっと載せておられますね。那可是这不是要批判其他学派的祖师们而是要同时研究他们的著作以外，也要把基础放于佛学、佛教学内。わかる。大家明白这个意思吗？ありがとうございます。ですか？そしてこの。法来というのは最高最人古今独歩の 学系ですからいろいろ学派がありましてもそれとちょっとですねもう風格の違うような本当に素晴らしいですね。就是因为从这样学科ということをおっしゃってますね。所以从这边才可以然彻悟人间时机成运复兴最高最深独步普经之学习法雷彻就是从在于从这个佛教学上建立真宗的教学最主要的部分就是在于此。そして60年近く前に教行信証大系七巻本が出ました。那这个教行信证大系是大概60年前所著写的就是瑞健老师编辑的开始编辑 这一本。しかしどの学者もここわり言われたことない。可是其他的讲师们呢看了这一本也没有人敢批评，因为他们觉得没有地方可以批评。どっからも批判ない。大体こういうことはもうちょっとどこかおかしかったどん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 言う。以前就是因为很多学派，就是学派跟学派之间的讲师们会互相批评各批评对方。那后来可是其他的学派看了教行信证大系，没有人敢
没有人敢吭一声，啊，因为太殊胜。这个有回答你们的问题吗？我想再请教一下，就是这个愿海智耳之正路，是不是就是属于就是横超直道？この修学の眼界寺院の正路は、これ王朝の大路、王朝の大道でもありますでしょうか？そうですね。是的。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。それから。不浄土内浄土往生的诀词ですね。那我们就进入这个往生净土的秘诀。どの一句も全部往生土一句で往生土行かれるんです。那每一句都是往生净土的，每一句都是往生净土的一句。精华。对，精华。本当に無常に尊いお言葉ですね。非常尊贵的法语。じゃ はじめ63とお聞きしておりましたのでこの言葉から始めさせていただきたいと思います。那主持因为我得到的讯息吼是要把东西放在第63条所以主持会从后面第63条开始讲。限りなき大海の知恵、限りなき大海の慈悲、我やすし、罪も変わりもあるがままにてとし。63条、無限大空的智慧、無限大海的慈悲、物安、罪也好、障也好、具有的原样。しかし、とてもとても素晴らしい。ごあさんと言ってもいい。这一句很有如何哦，有如何赞这样子，非常殊胜的法语。先生、瑞賢先生のお言葉は、すべて親鸞聖人の御教えお言葉をそのままさっと体現されたもの。瑞賢老师的每一个法语。有如金銮聖人的法語一樣，能夠很融入我們的心。それでこのお言葉の同じですね、同じ語話さんをちょっとご紹介します。那这一句话哦，在和藏里面也找得到。肖像松田さん。大家有那个正向墨和正第几首？他们有汉文，大家可以拿出和正出来。和正。和正，可以写出来。これは全部ずっと通貫してナンバーがあります。273条。273条。273。我们名长夜之没有错，超越的透过。走。无名长夜之正去。智眼随昏莫上悲，生死大海之传法，罪障虽重莫哀叹。読ませていただきますと、無明常夜の透過なり、次元暮らしと悲しむな、生死大海の選抜なり、在生重しと嘆かざれ。これ肖像松田さんに親鸞聖人がお出ししておられるお歌とですね、本当にたっと一つのですね。第六十三条，这个往生的秘诀的第六十三条跟正向墨和传第273首哦，可以像是这个六十三条只是这个第二百七十三和传第二百七十三首的精髓在里面。
273条。法然上人は比叡山で修行せられたけどですね、本当に悟りの世界に行きたい、また望み持っておられて、やっておられました。那法然上人在比瑞山修行很久，那也是要证悟这个证悟觉悟道，所以才做的修行。しかし私は愚かで罪深い。可是后来他开始发觉到自己是罪恶生死凡夫。それで望みは高い。可是私自身は最低であると、そこで悩まれた。我他想觉悟哦，觉悟这个正觉是非常，这个愿望非常的庞大。可是我自身就是法然智人他自己说，可是我自身非常卑贱。そしてこのあの比叡山の教導へ入って悩み抜かれたけど、誰からも教えてもらえないので目をつむってお経本を一巻出された。那それで私はもうそれで私は身を立てるというようなこう。那大家也知道，法然圣人拜读了《大藏经》有五次吧。那最后一次的时候，他就已经有点，不要说绝望，有点绝望了，到了绝望的境界。那他就说我随便随手拿一本经出来。那一本经所说的内容，就是我要依止的法门。不对，それは禅宗大師の言葉でしたね。ご存知だと思いますけれども。那他随手拿出来的那本就是《观经书》，啊，善导大师的《观经书》。那所碰到的法语，就是大家所知道的，就是《观经书》里面那句。一心専念弥陀名を、一心專念弥陀名号。季節の苦言を問わず、無論年々に捨てざろう少量の号と名付く、かの仏願に準ずるが家に。これが禅道大師の言葉やな。これやって言うと、もう嘘かほんまかと思って涙流さずに7回読まれた。那他接触到就是一心专念弥陀名号那一句，那大家也知道他读了大藏经有大概5到7次了，可是都是一直读只读而已。然后后来这一次就真的是碰到这句话的时候，就真的是全身就顶戴到这个法语。念仏で助かるということは御本願で助かるね。それに、まあ、一番目をつけられたわけですね。那所因为有接触到这个法语呢，本来是说我们要依这个念佛之行才能求度，这个是净土宗所讲的。可是这个念佛的根本是在哪里？根本是在本愿。それで比叡山を降りて、巷で。我念仏做披露没了。那他就后来因为这句话，他决定离开比瑞山，而到京都市内，当时是首都嘛，到市内去弘扬念佛法门。所以40歳お若い親鸞上人、同じ苦しみを持っておられた。那过了几年后，年轻的青鸞智人也同样碰到这个境。近处どうしてもね、望みは高く現実は低いという同じ問題、きっとみんなが持つべき。那愿望虽然很大，可是真实上没有，我们没有，我他可能两位祖师们都觉得我没有办法来执行这个来觉悟道，所以他们两位都觉得很在别人看都觉得很绝望。分からんので、親鸞上人は比叡山から六角堂というのが町にありましてね、聖徳太子をお祭りしてある、そこへ100日間、この道明らかにならんかということで、
那青鸾智人后来做了什么？他就决定100天、哦、每天的晚上就离开比瑞山，下山到六角滩，去祈求如意观音菩萨，哦，来给他指导路。しかし、どうしても自分ではわからない、もう悶悶としておられた。那他因为虽然他下山100天，可是他还是决定方向没有方向感。その時ちょうどやっぱりそのなんていうかね素晴らしい方に会われたわけです。那后来他就接触到一位非常出色的人。それが性格法印。那个是圣觉法印。一度そんなに悩んでおられたら法然上人に会われたどうかという。那圣觉法印圣觉大师就跟他说，如果你觉得这么迷惑的话，不如你去探讨去参访去拜访法然圣人。そしてまあ「歎異抄」に出ております言葉を引用させてもらうと「ただ念仏して御駄に助けられ参らすべしと」というその法然上人の伝道大師の言葉と同じようなお言葉お心をいただかれまして お弟子さんになられた。那比如太一超的后续所讲啊，不是后续，太一超所叙述就是唯信平念佛哦，就是后来青鸾圣人就决定去投靠。去皈依法然圣人。そういうことは皆さんもご存知でしょう。大家也应该知道这个。ちっとその性格法印、これも素晴らしいお方で、親鸞上人も尊敬しておられました。那圣觉法印也是非常一个非常殊胜的法师，哦，他也著作了一本。その性格法印のお言葉のごあさんがこの。那刚才这个，这刚才这273条，就是其实这个是从圣觉法印的书里面拿出来的。孙悟空心中美满呢？这个是在性格を漢文で書かれたものです。元はね。这个是在尊号尊号真相铭文里面、哦、有就 原本是用汉文的大家有圣典的话一条我去找圣典。だからご縁ということとお出会いすると素晴らしいお師匠さんにお出会いするということのねもうそれがやはり大きなことですね。皆さんもよく瑞木先生に会われてね、ああもう仏教の一番の精髄のところまでですね感じ取られたということは非常に大きなことだと思います。今の性格法印の5問一回ちょっと探します。そうですか。じゃあ、孫悟神道名門の終わりの方ですね。はい。聖典では2ページ前に、終わりから2ページ前になりますけども、そこに漢文で、上智無明、上野氏大東小屋と、賀比智蓮庵。大家如果有这个《真宗圣教全书》哦，在如果你们在有、哦、第二卷的第597页哦，电子书上面字太小了，看大家看不到。哦，他你们那边有个那个字太小，《法印圣觉和尚铭文》。
用听的，用听的。诚知，我现在在拜读一下，诚知无名长夜之大灯聚也，何悲至眼暗，生死大海之大船，大船发也，船发也，其繁业障重，这个就是这个何在，就是这个部分的意思。限りなき大空の知恵、ね、大空の知恵先生は2つ書いておられますというのは限りなき大空の知恵限りなき大海の慈悲と書かれている場合もありますしまた限りなき大空の慈悲限りなき大海の知恵とも書かれてある大歌があります。这个无限大空的智慧，无限大海的慈悲，有时候也会写成无限大空的慈悲，无限大海的智慧。有时候慈悲跟智慧会调过来。这どちらでも同じく広くて大きくて深いという意味では。大空も大海も、まあ、そのような意味を持ってますから言葉が違うといっても同じだとご解釈いただきましたら結構かと思います。那不管是无限大空的智慧或者慈悲，哦，就是说这个无限的大空、无限大海，哦，就是深广无碍的意思。大無量寿経には如来の智慧会とある如来の智慧会は人口にして外邸なしとこういう言葉がありますね。那刚才在无量寿经十世紀にこれは東方言です、ね、在那个往情记里面東方言にね往情记里面有这个人口にしてそれを見る金書大経あ聖典になりますでしょ大経下巻ですよ、うん、あ大経下巻の逃亡芸はい、まあ、それだと言葉でいきませんかね、うん那个无量寿经里面那个往下卷的往经记、如来智慧海深广无涯有无涯敌他这个有这是什么禅道大師は如来の知願会は人口にして外邸なしとこうおっしゃってますね。来三で。那李湛，我是李湛。日没之年。あ、日没之年ですか。あ、そこまでせんとちょっと時間ないから。那往生经里面也有类似的法语，再待会大家可以回去再读一下。如来の知願会という言葉がありますからね。それをですね。ところが、曇鸞大師の五和讃ではですね。那曇鸞大师的合赞里面。あ、曇鸞大師の五和讃をこれ一番本当にたくさんありますしね。あれですが、ナンバーでは160ですかね。人実法無下功のという。那个第160首哈，无碍光佛净十方大悲大愿之愿水，烦恼众流一归入，融智慧水成一位。
160首，第160首。大悲大願の開示みたいな、大慈悲の開示とこういうお言葉があるんですよ。那大悲大願之海，有这个第二行就是大悲大願之海水。まあそういう意味におきまして、大空の知恵も大空の慈悲もとこうはめてしても、親鸞聖人の心の中では海もその同じやということをまあ言いたかったわけです。那这个気にすることないけれども、とにかく如来様の知恵と慈悲はもう限りなく大きくて深いと。人工にして外底なしと。那天空哈，天空跟大海是一样，两个都是一样的，很深很广。大きいので、我やすし罪も障りもあるがままにてとこういうお言葉。それは如来様をですね、本当に仰ぎ切られたい。那这个是来赞扬如来。的功德，所以如来的大智大慧，有如大有如天空，有如大海这样子，很深广。そうすると二種人種はどうなってる？那二重生性又怎么样？又要怎么解说呢？二種人種、現に罪悪生じの凡夫、皇后よりこの方常にもし常に歌にして種類の縁あることなしと。私はとても罪深くて重くてもう本当に恐ろしいですね、命を生きてますよという深い懺悔ですね。そしてもう一つはこのものを救ってくださる如来様というのが信心というもののですね、本質というか内容なんですね。それを瑞賢先生はいつも信心は二種人心だと言われてます。那二重生性哈，基的生性就是说我们这一直要下地狱，我们一定会落地狱。那法的生性就是说，无论如何阿弥陀佛要救度我们，这个就是信心。私のような愚かな罪深いものを阿弥陀如来様がですね抱いて抱えて今も守っておるぞと、未来もお浄で連れていくぞと。おっしゃってくださってる、あ、私のような愚か者を親様なればこそというのがあですね、瑞賢先生も絶えず言われる安心の世界。那瑞賢老师的口头禅就是说，哦，像我这样罪恶生死的凡夫，阿弥陀佛却还是要来救度我们，来把我们，随手携带到安养极乐世界。哦，这个是不可思议的。佛力この二種人心はずっと深くですね、これも私どもの信者の世界にはですねずっと宿ってるんで、二種人心はその上でこの歌を出された。那这个第六十三首的它的根本就是在在这个二种生境，罪も障りもあるがままにてというのとね、ちょっと不安罪也好障也好就是違いますね、就有的愿望就是这样这个意思。それはどうかというと、私たちは信心性純粋なる信心を私がですね得なくてはいけない、しかじかとですね自覚しなければいけないと、そのようにこの見教えを追っかけていくということはちょっと方向間違ってるよと瑞賢先生はこれはいつもおっしゃいます。はい、もう一度お願いします。今のおっしゃってた動画でちょっともう一回お願いします。あ、純粋な浄土真宗の信心を求めて、普通はね、私がその信心というものを全身にいただかないかんと。那平常通常的话，一般的话，我们都会想，我要去获得信心，我要去取信心。嗯、我们通常有这种心态。こう出るということのですね、誤りを先生は言っておられる。那瑞杰老师是觉得，
瑞建老师觉得这个是错误的观念。それで二種人心はこうそこにありまして、それでこう自分が求めているんじゃなくて、如来様の大智大悲の中にですね、信心もその込められてるわけ。那不是不应该是我去求这个信心，而是在二种深信里面已经有这个信心，已经有这个大安慰，这个是已经 来包容我， 来摄取我。先生あの親鸞上人長島に会われましてね、北陸へ日本海の近くで冬ずっと何年かお過ごしになります、寒いところ。那親鸞上人在35歳被流罪到北陆，在现在的新泻县，所以他也有看到大海，就是日本海。这个《大无量寿经》里面开端的海，那《无量寿经》里面有喜马拉雅山的父母都留下来，到小高山，海未来谈个多么，这都海开端是说的。那清凉僧人有亲身看到海，可是回想起来的话，《无量寿经》也有提到海。可是释迦牟尼佛在世的时候，他住在喜马拉雅山脚下的话，应该是没有看过大海，因为距离很远。海についてちょっとお話しさせて。那让老住持要讲于这个海。私たちの世界人生を親鸞上人どうおっしゃってるかというと。那親鸞上人讲述我们的人生是怎么样呢？難渡海。難渡海。これ海を渡るということですね。大きな荒海を越えるということはとても人生というのは大変な難しい道やぞという難渡海。这个難渡海是波浪汹涌的難渡海。非常難，很難渡。あの龍樹菩薩のお歌では庄司の海ね、庄司の海という、あるいは庄司の大海という言葉がありますね。那龙树菩萨的合赞里面有讲到生死苦海、生死大海。なぜこのように苦しく恐ろしいかというと、結局私たちの一番中心に町がと言う。那为什么是南渡海？为什么是生死大海？因为是最根本的原因，是因为我执。それで怒りやな。哦，贪嗔痴。ね、三毒。まあ欲と怒りが私たちの人生や。贪跟嗔，贪嗔痴是我们这个人生的最根本。对，これをどうするかというのがみんな解決しなければならない。那我们人生最重要的目标是要怎么解决这个问题？ところが如来さんも海や、仏様も。可是呢？哦，如来也是海。ね。あの大教には如来の智慧海と書いてますね。那《无量寿经》形容的话是如来智慧海。禅宗大师は智願海と書かれてます。那善导大师是智愿海。智愿海。ね。それから大変なお言葉ですよ。信如一日の苦毒崩壊。啊，真还有真如一时大功德啊，功德。心有一日の心海。法海。还有真实一真如一时的性海。啊，这个一丈。啊，一寸。大智愿海。大智愿海。
他就会。如来様はお悟り開かれて無我の世界に入られると、何もかも見てですね、本当に修行の苦しみはさーっとご覧になりましてね。所以如来觉悟到的时候，他就觉得到无我的境界。那无我的境界就是变成什么？看得很广很阔。結局真如ですね。真如哦。真如の世界から釈尊。那从真如的，从真如法界就世尊。哦。真如の世界から阿弥陀仏が出てきた。阿弥陀如来也是从真如。大きな世界ですね。そういうことがまた如来様のことをこの尊号心臓名門とか一年他年も書いてありまして、比如说自信証文と三つ、それもちょっとコピーしておりますが、明日はお渡ししますが、如来様の世界が書いてあります。那在那个好啊、大家有拜读过这个尊号真相名号，还有啊、铭文，还有这个一念他念文一念他念。一念多念，一念多念，一念多念，文艺，还有这个是其他英文多，微信超文艺、都有讲到这个如来，有解释这个如来的意思。お釈迦様のことはご承知のように、高に実行阿弥陀仏。五力の梵具を憐れんて釈迦牟尼仏と示してぞ我や城には応援する。この真如の世界、絶対の世界からですね、釈尊が久遠実行、もともと真如の世界、久遠実行、阿弥陀仏の世界、ここから釈尊が出られた。阿弥陀仏も絶対真如の世界から出られた。こういうことは私たちのですね、一番基本的には本当に尊い絶対の真理の教えだということをですね、ちゃんとわきまえてないといけないと思いますね。那大家看合赞第八十八首，久远时常阿弥陀，明明五浊之梵欲，示现释迦牟尼佛，迦也成矣。佛印现，就是这个意思。だけど元の真如の世界は言葉も形も色も何もございませんので、このままだったら我々は理解できません。那真如的世界是 太深奥了，所以是无色无形，那这样的话我们一般的凡夫看不懂，所以才有佛出现，从这个真如的世界出现显像这个形色，才使我们凡夫众生有这个体会到这个佛法。私たちは因果とか言葉とかですね、そういう相対的な世界しか私たちは分かりませんので、絶対的な世界から阿弥陀仏は降りてこられたわけですね。これは法蔵菩薩と言いますね。那为了让我们了解这个真如的世界，阿弥陀佛是示现了法藏菩萨，法藏比丘的，从这个真如世界显现法藏菩萨。阿弥陀佛都哪来的？那法藏菩萨就修行成了阿弥陀佛。これには人間というのは必ず会社でも成功させようとか、お金儲かろうとか、あるいは大学に受験しようと、合格したいということ、理想を持ちますとですね、それを実現するのには、私たちの世界でも必ず願いというのも持たんと何も
那我们众生哈、哦、要达成一个一样的东西、哦。那个大学你还有的，那个大学的我讲，研究生的。那我们众生我们一般众生哈、哦，比如说哦，我要上大学，我要上一个，我要进一个好公司，我要赚钱等等等等，我们一定会发愿。哦，这是用世俗的话来讲一下哈、哦，那一定要发愿。那发愿，单单发愿不够，还要去行，去实行。これはあのあれですね、そんな勝手にそういう言葉を作ったんか、そういう教え作ったんかと思われますけど、本当に真理の教え、釈尊の教えは本当にあの言葉を因果の世界に下ろしてあのお説きになってるので、本質は。真理は絶対的な教えだということはちゃんと覚えておく必要があると思いますね。那我们自己要从这个哦真如哦要为了让我们了解这个真如的事的法界，所以要通过哦语言等等来现实来教化我们。世界の宗教神様というのはですね。那一般的宗教都会讲神。哦，神明神，上帝。有だけですね。那他们都是指的就神就上帝。人間は神さんとか仏さんとかに、どの方がどうなって神さんになられたんかということをやっぱ知りたい。けれども神さんの元は何かどうしてできたんかという説明はないんですね。那比如说啊，一神教哈。一神教的话，他们只说有上帝有神，可是他们不会说啊，谁当了那种，比如说圣经的太初有神有就是起初有神，就是这样，这个字就讲传流过去，就不会讲谁当了神，谁是这个神的根本是在哪里，他们不会去讲这个，就佛教会讲因，因为佛教有讲因果。仏教では仏様たくさんいらっしゃいます。那哦，佛教有十方诸佛嘛。西洋では神しか一人。可是在基督教、西洋的宗教里就神一个上帝而已。仏教の仏様王でおられるのはすべてこう願行を起こされてですね、それを成就せられたらたくさん仏様ができるわけですね。那因为诸佛菩萨有这个愿，有这个心。哦，所以才有诸佛菩萨。ということも一つね、あの覚えておいていただきたいと思います。希望大家也会记下这个，这个是佛教跟其他宗教不一样的地方。それで信仰から修行を救済したいという第一第一の願い、どうしたらいいか、一段法蔵菩薩にその如来様の救いたいという、ですね、第一第一をどうして伝えるかと、こんな無とか言ってもわからないですから、法蔵菩薩という菩薩に一段降りて、そして五光周囲調査本願を立て、そして五光周囲、調査要項のご修行されて阿弥陀仏となられたという、その因果の工程を知らすことによって、なんと如来様の慈悲と知恵の絶大なることということが私たちに分かってくる。ちょっと待ってね。因为这个地方很难，可是很重要。那佛哦。从真如的世界就显示了，以法藏比丘来显示这个，从佛的境界倒转成为菩萨。那从这个法藏菩萨的境界呢，发愿修行才成了阿弥陀佛。哦，这个就是因果哈。それで本願を起こされるのは五光周囲という。那这个
是这个本愿是通过什么五戒思维？どうして助けようかと。助かる方がもうなかなかないと。この間の情報会でそういう言葉がありましたね。なぜ五戒思維？那为什么要五戒思维呢？なぜ五戒思維した長い間この本願そして南無阿弥陀仏を成就せられる。私たちは簡単なことのように思ってますけれども。我们把通常把这个吼五戒思维都想得很简单。那为什么要通过五戒思维才建立这个本愿呢？如来様大変ご苦労いただいた。这个是非常哦，如来非常辛苦。その表現を五行の思維と。どうした非常に自分の大悲心を伝えようかということで。五行の間そのお考えになったと。那如来花了，法藏菩萨花了五戒哦来思维，要怎么成立，要怎么度化众生，花了这个五戒，五戒当然是非常哦，一个戒，大家都知道五戒是什么意思，所以花了这个五戒思维呢，就是为了要怎么想把这个慈悲弘扬出去给。众生知道，这个他的大慈大悲心。五戒，戒というのご存知ですか？那大家知道戒哦，五戒。より四方、何キロやな？四キロか。四キロでもね。十六キロでしょう。那比如说。前は三千七百五十キロあがか。三キロ七十五があの一に付いたもんやからな、あの15キロぐらいの大岩石に天人が三年に一遍天上界から降りてこの柔らかいこれでちょっと刺すみたいな。哦，比如说哈，一节的话，哦，比如说有一个16公里，哦，长16，啊，16公里的一个。60，80公里。没有啊，16啦。60公里的，我们讲日本是讲16啊，不过啊，如果就给我听，不是啊，60公里是正方形的啊，正方形的石头哦，千里三年来一次就把它。もう一つはね、あの鉄の館にね、そのよりしを鉄質をちっちゃい詰まっておって。另外就是一个那个芝麻。是，也是芝麻，就是每三年拿一粒的话，啊，要花了，要把全部拿掉的话，也要花一节，所以一节的时间非常的长。ということは、如来様苦しまれた。嗯，所以，法藏菩萨花了五节来思维这个本愿。哦，慈君先生言われたのは、どうしても師匠に私の大事心を伝えたいけど。伝わらん方法もなかなか見つからんということで長い間のご思案のご苦労があったわけですが。那瑞健老师是，他就有一次在讲法的时候，他说，这是因为，法藏菩萨想不出要用什么方法来救度我们众生，所以才画了五戒。所以誰に当てられた？誰に向かって五行思維してられた？那这个五劫思维谁是对象？そういうふうに如来さんがそうしてはんねんと思ったわけ。この私のために。那个对象是我。これだけ如来才华。为了我们法藏菩萨花了五劫来做这个思维。それを真剣に考えると、今私は。仏法を聞かせていただく身になったと。那我们今生有缘能够听闻这个佛法。だけど無限の時間から。这个是哦，从如来从无限哦。そしたらどういうことになるか。无始的。まだ地球もできてないな、それは。那时候当然这个地球是还有。左もやったんかな、もう。もう是好几世前哦，一直以来，哦如来在呼唤我们。そしてそれが冷めてきて。